KTM-23 は、ロシア連邦の輸送用機器メーカーのウスチカタフスキー車両製造工場が展開する路面電車車両。車体の一部の床上高さを下げた部分超低小電車で71から623という形式番号も有する。ウスチカタフスキー車両製造工場が2006年に製造した同社初の部分超低小電車である。 KTM-30 を元に開発された一両でも運行可能な型運転台のボギー車。流線系の前面のカバー内部や後方には連結器が設置されており、総括制御による連結運転も可能である。車体中央部全体の40%が床上高さ 370mm の低床構造となっており、幅が広い両開き扉が設置されている他部には、 車椅子利用客向けのスロープが収納され、バリアフリーや乗客の乗降速度の向上が図られている。また、動力台車が存在する箇所はステップを介する、必要がある高床構造となっているが、小型の手電動機や昇級車輪を用いることで床上、高さを 760mm に抑えている。車内照明には蛍光灯が用いられ、 空調装置は暖房及び強制換気に対応している。回転軸を有する動力台車は軸バネや枕バネが設置され、状態が悪い軌道上でも振動や騒音が抑えられる。この台車に2機設置されている主電動機には、信頼性の高さやメンテナンスの容易さ、小型化に適した誘導電動機が使われており、駆動方式には平行カルダン駆動方式が採用されている。 制動装置は電力を回収可能な回生ブレーキが使用されており、消費電力の削減が図られる。電気機器はマイクロプロセッサによる自動制御や診断が行われ、非常時には運転台に設置されたディスプレイに状態が表示される。2009年に試作車が製造され、翌2010年から量産が開始されて、以降、2020年までに KTM-23 は、 以下の車種が展開されている。ありがとうございます。